こんにちは、メコス王国です。本日はアニメドラゴンボールについてです。待望の新作アニメ、ドラゴンボールダイマの追加情報が、1月29日、午前10時半から発表されることが決まっており、皆さんも心待ちにしているのではないかと思いますが、このほど、カプセルコーポレーション東京の社長で元ドラゴンボール室長の伊予氏が、新聞社の取材に対し、次のように回答したことが BB ファンの間で話題になっています。ドラゴンボールは2024年で40周年を迎えます。ドラゴンボールは唯一無二のすごい作品です。前例のない長寿作品のエグゼクティブプロデューサーとして、原作者、鳥山明先生が生み出したものを広げ、伝えていくことが私の使命です。今後10年にわたって、アニメシリーズ、映画、ゲームなどの作品を制作していく予定です。現時点で流行っているものを採用しても、成功の確率は高まりません。時代の流れに流されず、自分がこれでいい、と思える作品を作っていきます。ドラゴンボールは日本のアニメとして多くの面で先駆者になったと確信しています。誰もやっていないことなら挑戦し続けなければいけないという使命感があるのです。現在、ストリーミングサイトの台頭などによりアニメ間の競争は厳しくなっています。なので、漫画がアニメになって、そのアニメが終わったら、そのまま内容が終わってしまう、というような状況を作ってはいけないのです。理想的な状況は、平均的な視聴者がコンテンツを見る状況を作り出すことです。日本のコンテンツが存続していくためには、現状ではダメだ、と言える人が必要なのです。ということで、この伊予さんのインタビューから分かった最も重要なポイントは、少なくとも今後10年間は、ドラゴンボールのアニメシリーズ、映画、ゲーム作品は制作されていくということですね。つまり皆さん、これはドラゴンボール大までアニメが終わるわけではなく、その次のアニメもしっかりやっていくよ、という宣言でもあるということですよね。ドラゴンボールスーパー第2期はもちろん、さらにその先の内容や、ダイマのようなオリジナルアニメ、リメイク作品などにも期待できるでしょうか。すでに2期が始まるという非公式情報は出てきてはいますが、それが真実かどうかはまだわかりません。しかし今回の伊予氏の発言は、その可能性を大いに高めたと言えます。個人的にも2期は、今最も望んでいるアニメシリーズの一つであり、ダイマの次は、いよいよ2期がスタートすると私は考えています。2期は基本的には漫画版の内容をやっていく形にはなるかと思いますが、もともとアニメ版と漫画版では展開に違いがありますので、2期も完全に漫画版と同じ展開にはせず、アニメオリジナル要素を取り入れればさらに面白くなるでしょう。そして映画についても、次回の新作で終わらずに、さらに続いていくということにもなりそうですね。新作映画の発表は今年あってもおかしくない状況なので楽しみな一方、そろそろ原作最終回に迫ってきているということもあり、もしかしたら終わりが近いのかな、などとナーバスな考えになることもありましたが、今回の伊予氏のインタビューを聞く限りでは、まだまだ続きそうですし、それどころか、ドラゴンボールは終わらせてはいけないのだという強い意志を感じます。日本のみならず、海外でも大人気のドラゴンボールは、今後もアニメシリーズや映画がどんどん制作されていき、さらに発展していくことになるのでしょう。伊予氏の言うように、もしドラゴンボールをずっと続けていくならば、個人的におすすめしたいのが、やはり原作最終回後の新規ストーリーを始めることですね。現在、原作最終回後の物語としてはドラゴンボール GT があり、ゲーム関係では鳥山先生が監修を務めたドラゴンボールオンライン上の歴史も存在していますが、少なくとも GT は生死であるドラゴンボールスーパーとは繋がっていませんし、ドラゴンボールオンラインもドラゴンボールスーパーより前に制作されたものなので、当然ドラゴンボールスーパーのことは全く考慮されていません。なので、鳥山先生がストーリー原案を手掛けて新たな原作最終回後を生み出せば、アニメシリーズは今後何十年も続けていくことも可能になるでしょうし、伊予氏の言うように、ドラゴンボールを終わらせないということであれば、そこを避けて通る理由もないでしょう。ドラゴンボールスーパーは原作漫画の続編としてスタートしましたが、あくまで魔人ブーを倒してから第28回天下一武道会が始まるまでの空白期間を埋める物語であり、原作最終回時の悟空の前日譚的な物語とも言えるわけですが、原作最終回後となれば、特に制約もないのでどんな展開になるのかは誰にも予想できず、故に我々視聴者のワクワク感は半端ではないものになるはずです。ドラゴンボール GT では最終的に悟空は、少なくともこの世を後にし、ドラゴンボールオンラインでも、エイジ801、つまり悟空が64歳の時に死期を悟り、その後行方不明になっています。どちらも悟空については、言ってしまえば実質死亡という結末を迎えているので、もし今後生死の原作最終回後を作るということであれば、
悟空が100歳になってもまだ戦っているなんて設定も全然ありでしょうし、サイヤ人というのは基本80歳までは若者扱いであり、どんどん成長していけるので、個人的には悟空には大神官を超えるレベルの武術を身につけてもらいたいなと思っています。おそらく、ドラゴンボールスーパーでは悟空はウイスの武術なんかも超えられないまま終わるでしょうから、原作最終回後、さらに強くなっていく姿を見てみたいと私は思います。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。